ご利用の客様は乗り換えください。ご利用電車は当駅13時54分の発車です。発車時刻まで1分ほどお待ちください。 岩倉、西原。
岩倉、名古屋、金山方面急行、宇都宮行きです。ふそう、柏森、江南、大手井、岩倉、西春、神尾台、佐向、名古屋、金山の順に止まります。お待たせいたしました。まもなくの発車です。次は扶桑に止まります。ドアを閉めますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。ご利用電車は岩倉、名古屋、金山方面へ参ります。急行、宇都宮行きです。この先、扶桑、柏森、江南、大手井、岩倉、西春、神尾台、佐向、名古屋、金山、神宮前の順に止まってまいります。この先、名古屋に14時25分、金山14時30分の到着です。この電車の担当乗務員は、運転士松浦、車掌富田です。途中、神宮前までご案内をいたします。次は、扶桑。次は、扶桑です。お客様に携帯電話とスマートフォンのお願いをいたします。優先席付近では混雑時には電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、車内での通話はご遠慮いただきますようお願いをいたします。また歩きながらの携帯電話やスマートフォンの操作は、列車に接触をしたりホームから連絡をする恐れがあり大変危険ですのでおやめください。事故防止にご協力をお願いいたします。扶桑の次は柏森に停まります。
柏森です。右側です。開くドアにご注意ください。江南の次、法廷に停まります。
マスクをお着けください。
乗車ありがとうございました。まもなく岩倉です。一宮小牧方面のバスをご利用のお客様お乗り換えです。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。ご利用電車は名古屋金山方面へ参ります。急行宇都宮行きです。岩倉を出ますと次は西春に停まります。まもなく岩倉です。右側のドアが開きます。ご注意ください。岩倉です。ご利用電車は名古屋金山方面急行宇都宮行きです。この先西春、神代、蛇行、名古屋、金山の順に停まってまいります。まもなくドアを閉めます。ご注意ください。ありがとうございます。名古屋金山大田川方面急行宇都宮行きです。この先西春、神代、蛇行、名古屋、金山、神宮前、大江、大田川の順に停まります。次は西春です。優先席付近では混雑時には電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、車内での通話はご遠慮いただきますようお願いいたします。また歩きながらの携帯電話、スマートフォンの操作は列車に接触したりホームから転落をする恐れがあり大変危険ですのでおやめください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。西春です。県営名古屋空港方面のバスはお乗り換えです。お出口左側です。開くドアにご注意ください。西春の次は神代に停まります。
しゃいます。ご注意ください。神尾隊です。神尾隊です。伏見、矢後と赤池方面の地下鉄鶴舞線をご利用のお客様お乗り換えです。降りられましたホームの3番線側でお待ちください。次に地下鉄鶴舞線へ参ります。電車は14時21分発赤池行きです。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。まもなく神尾隊です。神尾隊の次、座高に停まります。地下鉄鶴舞線はお乗り換えです。まもなくドアを閉めます。ご注意ください。次の停車駅は座高です。座高です。
カーブが続きます。列車の揺れにご注意ください。カーブが続きます。列車の揺れにご注意ください。左高です。大野宮、一の宮、岐阜方面の名古屋本線と地獄寺、対馬方面の対馬線をご利用のお客様、お乗り換えです。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。左高の次は名古屋に停まります。ご注意ください。名古屋です。まもなく名古屋です。地下鉄線、近鉄線、JR、新幹線、青波線をご利用のお客様はお乗り換えです。車内にお忘れ物ないようご注意ください。お出口右側です。到着いたしますと右側、降車側に続いて左側、乗車側ドアもすぐに開きます。両側開くドアにご注意ください。ご利用電車は大田川、下半田方面へ参ります。急行、宇都宮行きです。名古屋を出ますと次は金山に停まります。名古屋駅の出口は右側です。
降りの際は右側のドアをご利用ください。皆様のご協力をお願いいたします。まもなく名古屋に到着です。そんなの覚えてない。